将軍殿、なぜ加勢をしてくださらぬ。この戦い、そもそも我が輩の流儀ではない。それに貴様らは我が輩を助けるのだと口にしたではないか。逆に助けを求めるのは本末転倒というものではないのか。とはいえ、味方を見殺しにしてしまうわけにもいかぬ。とっとと下がり、しんがりは我らが引き受けてやる。所詮は主人の意を傘に着ておるだけの小物どもよ。さて、分かっていて聞くな、嫌味な小娘め。このような状況で決着をつけても我が輩が納得などできるか。そこの騎士見習い、確かアルバとか言ったか。うん。貴様の騎士道とやら素直に感心した。だがな、ひたむきさが必ずしも報われるとは限らぬ。心得と留めておけ。剣の軍団撤収するぞ。はっ。せっかくの気遣いを無駄にしちゃってさ、オイラのことを考えて巻き込まないようにしてくれてたのに。そっか、ちょっと安心したよ。からかうなよ、あれはつい勢いで言っちゃって。一緒に暮らしてた人たちの受け売りだから自慢できないけどさ、でもそう心がけることで少しでも近づけたらなって、そう思ってるんだ。